いよいよ関西も G1 競争開幕ということになります週末に行われる週刊賞今週も競馬8の高橋健二さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますま G1 競争はね、この秋始まてますけれども、はいうん、いよいよ関西にもということでまあ、その先駆けとなるのが週刊賞ということになりましたうそうですね、うん、はい。えーね、参加品馬誕生なるかということで注目が集まってますね、うん そうですね、まあ、あのここまではね、まあ、やっぱりあの骨折もありましたんで、はい、あので、まあ、本当にこう完璧にスムーズに、えー、来たわけではないかもしれないですけれども、まあ、順調にねあの夏を越してなんとかこう、うん、間に合わせたという形なので、えーまあうん、その三冠がなるかどうかということも含めてね、うんまあ、各馬の、えー、成長具合、うん、あの本当に実力が。 まだ詰まってきているのかどうかということも含めてね、しっかりこう体調面から判断していきたいなというふうに考えてます、うん、そのスターズ・オン・アース中心になってくると思うんですけれども、うんはい、どうでしょうか、この3、まあ、冠というところも含めて、えーうん、ライバル勢というのもこの1冠ね、狙ってると思います。ススターーズオンアースちょっとと骨折開けけうちょっと不安な部分ももありりますけれども、うんうん、そのあたりこう全体的に見て 混戦みたいな感じなのか、はい、ある程度抜けてる馬がいそうなのか、うん、そのあたりっていうのはどうですかそうですねあのやっぱり山菜牝馬に関して言えば、まあ、やっぱり春はまだすごくあの繊細な馬が多いんですよね肉体的にも精神的にもなんですけれども、うんまあ、そういった馬が多い中で、まあ、やっぱり調教はなんとか GI に向けて、えー、積んでいくわけなんですけども。 思うようにこう馬体が維持できなかったりですとか、うん、そういった課題を抱えながらなんとかこう走らせるっていうようなことをやってきた馬がひと夏を越して体質が評価して、えー、春よりも、えー、調教の強度を上げられるっていうこともね結構あったりするのでそのひと夏越しての成長っていうのはやっぱりすごく山菜秤馬特に秤馬は大きいような気がします。 なのでその辺りにこう逆,逆転の要素っていうのは潜んでると思うので、うん、そういう馬をなるべくこう見逃さずにしっかりこう見つけてあげるってことは三冠牝馬だけじゃなくてこの夏を越してどの馬なのっていうふうにワクワクされてる方もいると思うんでその辺りやっぱりこれ、ね、しっかり予想していきたいということなんですけれどもあのサンスポさんの。 新聞の競馬面の予想欄が、まあ、先週もちょっとね、えー、ご紹介させていただいたんですけれどもそうですねこの秋からリニューアルいたしました、えー、エヴァ8の漁師サンスポーツなんですけれども、うんえー、そうですね何が一番大きく変わったかというと、はい、これね普通にあの今。 一面には、えー、野球の記事が載ってるんですけど、ねはい、今クライマックスシリーズ暑いですからねで,ねでまあそっからですねもう簡単にこうやって競馬面が抜き取れるんですよねあなるほどなるほど競馬面は競馬面としてもうほぼほぼ競馬新聞のスタイルでお使いいただけるというような、まあ、そういった仕様でもう,、うん、もう販売されていますはいであのー、スポーツのね記事もの本当にあのー、今まで通りにお楽しみいただけるんですが よりあの競馬新聞的なまあ使い方でお楽しみいただけますし、ちょっとね、この画像では分かりにくいかも分かりませんが、馬中もちょっと大きくなって見やすくなりましたし、ああコラムの方も非常に充実してます。すごくね、情報面もすごく以前に比べて情報量が多くなって充実してきたので、非常にあの馬券検討のね、役に立つ。 今まで以上にこうお役に立てる紙面作りになったなというふうに思いますので、うんえー、漁師競馬エイトとももね、まあこちらの方まあご活用していただければなというふうに考えていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますですからね当日エイト含めてサンスポ見ながら関西テレビも見ていただいてっていうのが私たちにとって嬉しいなというふうに思いますのでそうですねよろしくお願いいたしますうんできればあの競馬エイトもサンケイスポーツも買っていただけたらと思います、うん はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで、その状況の動き含めて見ていきたいと思います。はい、早速行きましょう。第3位です。はい、えー、第3位はスターズオンアースにします。ここでスターズオンアース、はい、三冠牝馬を狙う馬が出てきました、うんえー、先ほどもちょっとね。話しさせていただきました。けれども。うん そこまで十度ではないけれども骨折がありますというオーカシオオックスと戦って五ヶ月ぶり骨折明けということになりますがそこら辺も含めて動きをどういうふうに見てらっしゃいますでしょうか。うん、そうですねまあこの一戦は三冠がかかるレースのわけなんですよ。はい。なのでやっぱりあの陣営もすごくあの。 やっぱり三冠を取らしたいというモチベーションで、えー、この馬を鼓舞してくるのかなというふうな、まあ、そういった調教パターンを僕はイメージしてました、うん、ただそのイメージとはちょっと違っていて実際のスターズ・オン・アースの調整は割と比較的この中間は静かな調整だったというふうに思います<ー>あの量はねすごく しっかりこうやってますしあのすごく動きのも滑らかなんですけれどもただ、まあ、調教の強度でいうとそれほどめちゃめちゃ強い強度の調教は1週前まではやってなかったんですよね、うん、なので正直あこれ間に合うのかなっていうようなイメージをまあ先週までの調整過程では僕は持ちました。うん、ただやっぱりね そういったそれほど速い時計,の中時計ではない中でもすごくやっぱりあの走り方もすごく柔らかみがあって柔軟ですし、うん、あのゴーサインが出てくるアクションも非常に鋭いんですよね、うん、なのでやっぱりあの風格があるなというふうに見ていたんですけれども、はい、で、まあ、今週の追い切りに、まあ、要注目ということで、まあ、今週の追い切りを注視したんですが調教の強度でいうと。 この中間に比べて今週は一番強いと思います、うん。それはもう時計的な意味合いからでもそうなんですけれども、うん、あのラストのフィニッシュにかけてからの、えー、動きっていうのはね、少しこう、う馬にしっかりこう本番前に刺激を与えてあげようというような、まあ、そういった意図に移りました。で、まあ、やっぱりね、ゴーサインが出て、まあ、あの、平走馬に並びかけて抜き去る時のアクションっていうのは、 非常に鋭かったですね、うん、一瞬で抜き去りましたからね、うん、やっぱりあのこの間はあの桜花賞にで見せた瞬発力っていうのはまあすざましかったわけなんですけれども、うん、その動きっていうのをしっかりこうレース当終の追い切りでも出せたなっていうような印象ですごくあの今週の追い切りの評価っていうのは僕自身はすごい高いです。であのやっっっぱりここのの時期のヒンバってね、まあ、まだちょっとこう 精神面に繊細さが残っている馬が多いし。なおかつ、スターズ・オン・アースは輸送も控えているので、調整パターンとしては、一周前に強い調教をやっておいて、レース踏襲は軽めにサラッとっ、というのが、まあ、一番安全な、えー、調整の仕方だな、というふうに思うんです。けれども、この馬、レース踏襲にビシッとやってきたんですよね。今まで以上に、今までもそうだった、って感じでしたか？ いや、そうではなかったと思います。今までは違ったんですね。今までは、うん、どちらかというと、やっぱり一周前までしっかりこう負荷をかるような通常のというこオーソドックスな感じですよね。そうですね。ただ、<ー>今回は、どちらかというとこう、レース当終、<ー>ビシッとやってきたなというような印象ですね。で、それは、なぜかというと、やっぱりその、本番近づいてるよっていうふうな意識づけを、やっぱりスターズ・オン・アースにしてあげるということと、おそらく、 あの精神面で不安定にならないという自信が陣営にもあるんじゃないかなというふうに思いますね。一、うんまあ、回あの阪神にも、ね、輸送してしっかりこう結果も残してるんで、まあ、その辺の輸送へのプロセスへのノウハウっていうのも、ね、しっかりこう蓄積された状態ではあるとは思うんですけれども、うん、ただやっぱり、えー、当初これだけしっかりこう動かすような状況ができたっていうのは、まあ、この馬に対する陣営の信頼っていうのがすごく伝わってきました。 うん、なので、えー、まあそうですね調教の強度としてはもう一本強い調教があってもよかったかなとは思うんですけれども、うん、ただまあ十分に動ける仕上がりですしやっぱりあの動き出した時のすっとこういう反応アクションそういったものが、うん、やっぱり二冠取っただけのことはあるなっていうような、うん、すごい凄まじい動きだったというふうに思いますし、うん、あのしっかりこ,うここに向けて間に合ったなっていうような。 印象も、えー、今週の状況からは受けましたので、まあ総合的に判断してこのまま第3位に上げたいと思います。もともともう二冠を達成しているぐらいの馬ですから、うん、そこからさらにこう上積みみたいな成長っていうところを求めるのも。 おまあまあちょっとね、えー、大変なのかなっていうふうにも思ったりもしますけど、うん、どうでしょうひと夏越して骨折もありましたけれど、うん、まだ成長しているであるとかいい意味でその春をキープしているであるとかどういうふういに映りましたかうんそうですねまあ馬体面に関してはそう大きく変わったっていうような印象はないんですけれどもうんただまあやっぱりうんあの動き出しの速さですとかうんあの本当にこう。 柔らかみのある雄大なフットワークですとか。うん、そういった部分は、本当にあの、いい頃のスターズオンアースだなというふうに思います。で、まあ、やっぱりその調教の強度が足り、あの、あまりこう強くないっていうのも。ひょっとしたら、もう一つ先を見据えてるのかな。うん、瞬間後ってことですか。そうですね。そう、はあ。だから、もう、ここは、この調教で、の強度で通過できる。あ、はあ。実装に、ちょっと、こう、お釣りを残したいっていう意図が。 あるのかなと僕は個人的にはちょっと思ったりもしましたけれどもね、ただまあ、それだけのスケールの馬だというあの判断をおそらく陣営はしたんだというふうに思いますし、まあ、動き自体は本当にあの文句なしだったんで、今週文句なし、うん、なのでまあ、いいと思います。あのこれはもう合格点を与えられる仕上がりという判断、僕はいいと思います。十分にスターズ・オン・アースの力が出せる状態にはあるというそうですね。すねはい だと思わましですから、まあ骨折後5ヶ月ぶり、そんな不安は動きから見るところよるとなしと言っていい動きだったという3位ということになりました。はい、続いて第2位です。はい、えー、第2位はちょっと穴馬なんですが、はい。メモリーレゾンを上げたいと思います。あ。 この夏に力をつけてきたという、ね、形の馬にもなりますが4月3日の1勝クラスそして6月11日函館の、ねはいえー、ハンデ戦2勝クラスこれを勝って休みがあってローズステークスは、ね、期待されて、えー、6番人気でしたが5着ではあったんですが、はいうん、あメモリーレゾーン2位の評価。そうですねはい えー、この中間、えー、10月9日に1月あごめんなさい10月5日ですね10月5日に、えー、販路で50秒7という時計をマークしたんですが、えー、これはこの馬の自己ベストですうん、えー。この50秒7っていうのはどういう数字かというとあのー、今までのこの馬の販路の自己ベストっていうのは53秒1だったんですよ。だいぶ縮めましたね。なので この1週前追いい切りでで自己ベスト2秒4も更新したととうことですなので、あのーまあ、前走は、まあ、ちょっとこう本番を見据えて少しこう余裕を持って仕上げたという、まあ、陣営の話だったんですけれどもやっぱり GI に向かうということを意識して調教の強度を一ぐ、うんとこう上げましたし、うん、それにこうしっかりこう馬をもう応えて、まあ、ラスト1ハロンもまあ11秒9というね 非常にあの優秀な上がりでフィニッシュしてますんで、うん、すごくあの、そうですね、ここにきて、馬の状態もそうですけれども、えー、陣営の期待、うん、陣営がこうしっかりこう仕上げようというか、うん、もう一段上に上げようという意識が、すごく出たのが一周前の追い切りだなというふうに思います。 で、まあ、あのまあ1周前に、えー、それだけの調教をやりましたんで、まあ、今週は姉妹重点でさらっとという追い切りをやってきたんですけれども、うん、ただね本当にねまあまずすごいのが小柄な馬でそんなに大きくないんですよ百5 0ちょっと切るぐらいの小柄な馬なんですけれども、ね、やっぱりあの芯がしっかりこう入ってるんでしょうね、うんうん、軸が全くぶれずにまっすぐ駆け上がってくるんですよね それとやっぱりそういった体幹がすごくしっかりした馬なので最後まで正確なピッチで駆け上がってくる感じなので動きに全く無駄,も無駄もないし隙もないんですよね。なのですごくあの450ぐらいの馬には見えないぐらいの力強さっていうのがここにきて出て,きてるなっていうふうに思います。うん、あのなので、まあ、この馬も本当に1 2 0 0ルからデビューしてね まあ、徐,々に徐々にきょ距離を伸ばして前走も2000メートルにもしっかりこう対応したんですけれども、うん、さらに今回の中間の調教の強度から見ると、まあ、2000メートルでももっと個室のいい動きが出るように仕上げたというような、まあ、そういった印象ですね。うん、なので、えーまあ、春までには、まあ、やっぱり53秒台ぐらいしか出なかった馬が、まあ、ここに来てぐんとこう時計を詰めてきたあたりが、えー、この馬の。 えー、充実ぶりだというふうに思いますし何よりいいのはこの馬オルフェーブルサンクなんですけれどもすごく真面目で行くときっちり力を出してくれるんですよね<ー>そういった意味ではすごく優等生ですし大一番でも自分の殻を破ってしっかりこう力を出してくれそうな、うん、そういった勢いが今のこの馬にはあると思います、まあ、他の、ねまあ、有力馬たくさんいますけれどもそういった馬と比べても、うん まあやっぱりその、うん、軸の安定という意味では僕は今回この馬が一番じゃないかなっていうぐらいのそういぐらいの動きを見せましたんで、まあ、今回はこの馬を第2位に抜擢しようと思いますなるほどやっぱりその、うん、戦績っていうところで見るとちょっと見劣りしてしまうところはあるかもしれないんですけどこの馬自身しっかりと成長してるってことは言えるってことですよね。 ここに来ての上昇ぶりっていうのはちょっとすごいなというふうにそこまではそんなに急激によくなったって感じはなかったんですけれども、うん、この大一番を前に、まあ、ぐんとこう上向いた感じですね、まあ、このまま抽選対象だったんでそうです、ね、1週前までは、ね、<々>出走できるかどうかも分からなかったんですけれどもあ,れ、うん、まあえてこう勝負に出て仕上げにいってしっかりこう抽選も突破しましたんで。 うん、そういった運もね、ちょっと持ち合わせてるというところもありますし、まあ、古川義弘騎手が本当にデビュー戦からずっとこう手綱を取ってね、うん、一戦、経験を積まして競馬を教えてきたっていう経緯もありますんで、まあ、それ込みでちょっとこう応援したくなる、そうん、いった運、ね、なるほど。 ですからまあねメンバーは確実に強くなってはいるんだけれども、うん、そのあたりの陣営の仕上げとこの馬の成長力で、まあ、どこまでいけるか穴を開けるのであれば十分に面白い一頭になりそうだっていうね、はい、そうですね、はい、ういう評価でございました 2>, ま2位メモリーレゾン挙げていただきましたさあ注目もう本当に目移りするようなメンバーですけれども1位の評価はどの馬なのかナンバーワンです。 はいえー、第1位はアートハウスにしますアートハウスあのローズステークスの勝ち方は本当に強かったですね、はいえー、一番人気にしっかりと応えたローズステークスの快勝でしたその前がねオークス7着というところから忘れなく差しを勝利をしていたりともう春から力を出してきた馬ではありますがどうでしょうお、はい、中華賞に向けてこの最後の一環に向けての仕上がりっていうのはいい評価だということですね はいそうですねあのもともと全身規制が強すぎるという課題を持っていた馬で、はい、その辺のコントロールっていうのはすごくあの陣営はテーマとして、えー、この馬にしっかりこう教え込んできた部分があったんですけれども、うん、あのー、前走からの変化ですがまず 1>,、うん、1回使ったことによってうまくこうガスが抜けたなっていうような印象です、ねあ。そうですか、はいあ 一周前の追い切りはまああのコースでまあ4波論追いをやったんですけれどもまあ前走まではその4コーナーまで割とこう強めにこう安城が手綱を抑えてうんしっかりこう我慢をさせるっていうことをやっていたんですが今週の,そのコースでの4波論追いはすごくあのなんていうんですかね手綱の当たり手綱の抑え方が柔らかくなってる、うん うんその柔らかいあたりでうまくこう抑えられている感じなのでうん、うん、すごくあの馬自身がバランスを取れて走れるようになったなっていう,ふうに思います変な嫌なこう頭の高さっていうのが消えてすご、うん、くあのフォームも滑らかになってきたなっていうような印象を、うん、えまずまあ選手、えー、の、えー、コース追いからは受けましたでまあそれだけしっかりこう えー、折り合えたっていうのもすごくいいんですけれどもあの1回まあ使いましたんでねそれほどあの強い強度の調教は必要ない、まあ、でも1回ちょっとこう馬にレースでもしっかりこう動くための刺激を与えておきたいというので、まあ、1周前は4波論多いという、まあ、そういった、えー、調強をチョイスしたんだというふうに思うんですけれどもラストの弾けっぷりはすごいですね。ラスト1波論10秒9 うーんゴーサインが出てからもう本当に瞬時に体をすっとこう伸ばして、うんえー、非常にこう柔らかみのある躍動感のあるフォームでぐんぐん加速してラスト1ハロン11秒切ってきました、うんうん、すごくあのやっぱりまさかにこう放たれた矢のような<ー> <laughs> でしたしうんすごくあのこの時点であのまあいいなというふうに僕は思ったんですけれども。うん うんまあ、本当にこの辺りは、えー、前走からさらにこう動き的には一段上がったなというような印象すら受ける感じですね。で、まあ、あのその1週前に非常にあの質の高い4波の追いができたんで、えー、今週の追い切りのテーマは先週の銅の追い切りから打って変わって生我慢に我慢を重ねるっていうことが、まあ、今週の追い切りのテーマだったと思います。うん なので、まあ、そんなにあの派手な時計は出さなかったですね、今週は。うん、とにかく、あの安城が手綱をぐっと押えたままで、特にこうフィニッシュに持っていくような姿勢を見せずに、最後までこう我慢したままでゴールしたっていうのが、えー、まあ今週の追い切りだったというふうに思いますけれども、うん、この我慢を教えたっていうか、我慢をさせたということによって、まあ、あのレース当日の えー、操縦性っていうのはすごくこう上がるんじゃないかなというふうに思いますし馬も言うことを聞いてくれる下地がこれで作,作れたなというふうに思います。えー、なのでねまあ前走からねちょっとこう、えー、まあ日にちはそんなになかったんですけれどもまあその一人一い,いがしっかりこうテーマを持って本当にこに馬が実戦でレースをしやすく、えー、しやすくなるであろう テーマをね一周一周持って調教ができたっていうところが僕はすごくメリハリがあっていいなというふうに思いましたしあのまあもともとなんですけどもこの馬は相変わらずやっぱり動きの質も高いですね、うん、ですごくあのやっぱりこの世代でもトップのトップレベルの瞬発力をやっぱり持ってるなっていうようなそういった動きだったと思いますんで、うん、まあこれは本当に本番に向けて。 まあこめない準備ができたなという評価でいいと思います。はい。なのでこの馬が第一ということですね。なるほど。まあ全身規制が強いという部分がまあよく働いたりちょっとこうあだになったりみたいなところもあると思うんですけど、そのあたり今週まあ我慢我慢の追い切りだったっていうことですね。そうですね。そのあたりのその動きというかコントロール具合っていうのはう、はいかがでしたか。あ、うまく抑えれたと思いますよ。うん、しっかりこう状態を起こしてね。 うん、あの最後までこうゴーサインを出さないままっていうような感じの追い切りだったんですけれども多分あのゴーサイン出したらめっちゃ弾けるやろうなってだから矢のようなねあの先週のような動きになるもうなそうですね弓引いたままゴールした感じですただまあそれでいいと思うんですよあとはもう本当にあのねレースで来たるべき時にゴーサイン出せばいいだけの状態なんでうん、うん、そういう意味ではすごくあのうん はっきりしたテーマを持って教えるというよううな印象ですね、うん、っていうことでいうとやっぱり精神的な部分メンタルの部分でもやっぱりこう成長しているというかうまくこうガスが抜けたなっていうのが本当によく分かる形になりましたねそうですねやっぱり全身規制の強さは残ってるんですけれども前層を一回使ったことによってそれはうまくふっとこう抜けてる感じはありますね。 なので、まあ、やっぱりこの馬は前哨戦をしっかりこう使って本番に臨めたっていうのはすごくあのバランスのいい仕上がりになる、まあ、一つの要素だったかなというふうに思いますね。はい、ということで1位にアートハウス挙げていただきましたアーゾンワース、はい、そして穴っぽいところでメモリーレゾンアートハウスということですけれども、うん、まだちょっとね聞きたい馬が何頭かいまして、はいうん、高橋さんが気になる馬、うん、いいですか はいそうですねあのー、これはね本当ベスト3に入れようかどうか迷ったぐらいまあこの今から上げる2頭も動いてるんですけれどもはい。